おはようございます。佐野一郎です。早速今日も沖縄空手の稽古一緒に行っていきましょう。今回は左右に移動しながら中段を受け、中段を受けるという稽古以前にあったと思うんですが、それに付け加えます。中段を受けた後に上段突き、中段を受けて上段突き、受けた後すぐ攻撃に移るという稽古に入っていきたいと思います。まず立ち方はいつもやってます。平行立ちで自然に構えます。ちょっと足元映ってないのが申し訳ないんですが、平行立ち、横にイメージしてくださいね。この稽古特にイメージが大事です。相手が中段をついてくるのを相手の外側に回り込んで下に叩き落とす。そして相手の上段に向かって突きを入れる。これで1回終わりです。今度反対、相手が中段をついてくる、相手の体の外側に回り込んで、内側じゃないですよ、外側、つまり相手、受けられる相手というのはここ側を受けられてこういう形になるということですね。こっち側に入っちゃいけません。こっち側だと相手の内側なので、相手もすぐ攻撃できる有利な状態です。相手の外側に回るということは相手の腕をここに受けるということなので、相手はすぐ攻撃ができません。この空いたところに自分の攻撃を入れるというイメージですね。そういったイメージを持って稽古してください。いきますよ、ゆっくり。はい、横に回り込んで中段下に落とす。上段突き、はい、戻って反対、中段下に落として上段突く、戻ります。3下に落として上段、4下に落として上段、はい、戻って、5中段下に払って上段、戻って、浮く、中段下に払って上段突き。このような稽古ですね。今ゆっくりやりましたが、これをスピードを入れていってみましょう。いつも言ってます、スピードを入れても立ち方はしっかり、横に移動したときは三陣立ちになってます。受けるとき、突くとき、三陣立ちのままです。準備のときだけ平行立ちです。平行立ちから三陣立ち、平行立ちから三陣立ち。まず立ち方をしっかり作ることと、中段を受ける、上段を作る、この動きもしっかりやるということですね。それを踏まえてやってみましょう。スピードを入れて崩れる方はゆっくりでいいです。しっかり動いてください。はい、よー、1戻って反対、いい、戻って反対、戻って、4、5、6、7、8、9、はい、今回以上になります。中段受けからの上段突きの稽古でした。しっかり稽古しておいてください。ありがとうございました。